地の悪魔。現在アニメ大ヒット中のチェンソーマン。そんなチェンソーマンで最も注目されているのが地の悪魔。第108話で謎のキャラクターが妹の頼みになると発言し、三鷹朝の前に登場したわけですが、果たして彼女の正体は何なのでしょうか。ということで今回は地の悪魔の目的と正体と能力と過去について徹底考察したいと思います。なおチェンソーマン第112話までのネタバレを含みますのでご注意ください。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。第108話で登場した新キャラクターの女子高生。その能力や目的などまだまだ謎大きいキャラクターですが、まずは彼女の正体に迫っていきたいと思います。たった数コマの登場で未だ名前も明かされていませんが、実は彼女のセリフやモデルからその正体を暴くことができます。結論から言うと、彼女は死の悪魔である可能性が非常に高いと思います。順を追って説明していきます。まず注目すべきなのは第108話での三鷹朝との会話です。いいよ、妹の頼みだからね。瀕死になった正義の悪魔を妹の頼みだからという理由で助けています。このセリフからこのキャラクターはですね、三鷹朝もしくは戦争の悪魔と姉妹関係にあるということがわかりますよね。しかしそれを聞いた三鷹朝が妹とですね戸惑う反応を見せていたことから、三鷹朝と血縁関係にあるとは考えにくい。つまり彼女の言う妹とは三鷹朝の肉体を乗っ取った戦争の悪魔であると思われます。ではですね、戦争の悪魔の姉であることがなぜこの死の悪魔につながるのか、ここからは戦争の悪魔やですね支配の悪魔のモデルと言われているヨハネの黙示録について紹介していきたいと思います。詳しく知りたい方はですね別の動画でご覧いただければと思うんですが、ヨハネの黙示録とはですね古代ローマ帝国を舞台に描かれた書物のことで、新約聖書最後の聖典とされ、世界の終末において起こるであろう出来事をですね書き連ねているものです。そしてヨハネの黙示録に登場する支配、戦争、飢餓、死の4つの概念を司る騎士たちこそがチェンソーマンにおける4騎士のモデルであると言われていますよね。それに則って考えるとですね、マキマや戦争の悪魔たち4騎士は姉妹関係にあり、戦争の悪魔に対して妹と発言していた彼女はですね死の悪魔もしくは飢餓の悪魔どちらかである可能性が高いんです。また新キャラクターである女子高生の外見はまさに美目秀麗な美少女であり、目の描かれ方や顔立ちがどことなくマキワや戦争の悪魔と似ている部分が見られます。こういった外見的要素からもですね4騎士の一人である可能性が考えられます。果たして彼女はですね死の悪魔と飢餓の悪魔一体どちらの悪魔なのか、それを暴くためにはここからはですね第108話で彼女が披露した能力に着目していきます。三鷹さんの生成した制服つよつよ剣によってみじん切りにされ、助かる見込みのなかった正義の悪魔は彼女の力によって復活を遂げましたよね。そして彼女の能力の詳細は未だ明かされてないんですが、悪魔の能力はですねその悪魔が司る概念に関連するものであることを踏まえると、死に際の正義の悪魔が復活したことから精神に関する能力であると推察できます。つまり彼女はですね飢餓の悪魔ではなく生死を司る死の悪魔である可能性が高いということになるんです。もちろん飢餓の悪魔である可能性も残されているんですが、ネット上でもですね彼女は死の悪魔ではないかと多くのチェーンソーマンファンが噂しており、実際に能力の描写も生死に関わるものなので、本動画ではですね死の悪魔であると断定して今後の考察を進めていきます。たった数コマの登場にもかかわらず瀕死の正義の悪魔を復活させるという能力を見せ、多くの謎を残している死の悪魔。では死の悪魔は一体どのようにして正義の悪魔を復活させたのでしょうか。ということでここからはですね死の悪魔の能力について徹底解剖していきたいと思います。第108話でチラ見えした死の悪魔の能力。体を細切りにされですね瀕死の重傷を負った正義の悪魔が次の瞬間には何事もなかったように復活。一体どのような力なのか、結論から言うと死の悪魔の能力は寿命を操る能力であると思われます。順を追って説明していきましょう。まずは死の悪魔が実際に能力を使った第108話の描写に注目していきます。先ほども話したようにですね悪魔の力はその悪魔が司る概念に関わるものになりますよね。例えば未来の悪魔と契約した早川明は未来を見ることができるようになり、死の悪魔であるパワーはですね自らの血を使って武器に変えることができます。そして体をバラバラにさえ生死の境をさまよっていた正義の悪魔をいとも簡単に感知させた死の悪魔の能力はやはり生死に関わるものであると推察できるんです。しかしなぜ正義の悪魔が復活したのかを説明するには生死に関わる能力だからというだけではですね漠然としすぎています。ということで死の悪魔の能力をもう少し詳しく解明するためにここからはですね4騎士の共通点について見ていきたいと思います。彼らの中にいる武器の悪魔たちと4人の騎士があなたと戦い、その最中あなたは私たちの前から消えてしまった。第87話で明かされた4騎士の存在、マキマが私たちと殺言していることや、先ほど話したですねヨハネの黙示録という4騎士のモデルからも死の悪魔はその4騎士の一人であると推察できます。そして実は4騎士の能力にある共通点が存在しているんです。それは人間でも悪魔でも通用する能力というもの。私は自分より程度が低いと思うものを支配できる力があります。第84話でマキマは対象が自分よりも格下であれば支配することができると発言していました。実際に
に人間である早川明は天使の悪魔を支配していたことから、マキマの認識次第で人間と悪魔どちらも能力の対象になりうるということがわかります。私は私のものを武器に変える力がある。そして第99話のセリフからもわかるように、戦争の悪魔もそれは同様で、学校の田中先生や切り取った正義の悪魔の腕などを武器化していたことからも、戦争の悪魔の能力もやはり人間と悪魔は分け隔てなく能力の対象であるとわかります。つまり4騎士の一員である支配の悪魔や戦争の悪魔の能力が人間と悪魔どちらにも作用するものであるならば、同じく4騎士の一人である死の悪魔の能力もまた人間と悪魔はどちらにも作用するものであると考えられるんです。では人間と悪魔に共通する精神に関わる概念とはどのようなものが考えられるのでしょうか。実は第84話のマキマのセリフに、死の悪魔の能力のヒントになるですね、ある重要な情報が隠されているんです。生命が寿命を迎えると死の他にあった4つの結末、悪魔や人間動物に関わらず生きとし生けるもの全てに存在する死へのカウントダウン、それが寿命です。マキマがここで主語を生命として話していることからも、寿命という概念はですね、人間だけではなく悪魔にも存在するものであることがわかりますよね。つまりですね、死の悪魔の能力は寿命を操る能力なのではないかと推察することができるんです。死の悪魔が仮に寿命を操る能力だとすれば、他者の寿命を奪い取り殺すことや逆に他者の寿命を伸ばし長生きさせることができても、正義の悪魔に施したように他者の傷を感知させることはできないはずですよね。しかし寿命を伸ばすことで他者の傷を感知させられると考えることもできます。わかりやすい例としてワンピースに登場するモリアというキャラクターの能力について話します。能力者同士の戦いが作品の醍醐味でもあるワンピースで、モリアはですね、影を操る能力者として主人公であるルフィたちの前に立ち戦った敵キャラクターであり、影を駆使したトリッキーな戦闘スタイルが特徴。中でもトリッキーな技として有名なのが影革命。影革命とはですね、体の動きに合わせて影が形を変えるという本来のですね、関係性を逆転させ、影の動きに合わせて体の形を強制的に変えるというものです。これによって本来ならば人体の構造上不可能な動きであっても、体が影に追随して変則的な動きをすることが可能になります。そしてこの影革命と同じようなことが正義の悪魔の体に起こっているのではないでしょうか。本来寿命とはですね、規則的な食生活や運動などを継続することで伸びるもので、逆に不規則な睡眠や病気はですね、もちろん命に関わるほどの大怪我をすると当然寿命は縮みます。つまり寿命とは体の健康状態によって伸び縮みするものであるということになるんです。もし死の悪魔の力がモリアの影革命のような効果も持ち合わせているのだとしたらですね、寿命を伸ばすことで体の健康状態や怪我が改善され、傷を感知させることも可能なのではないか。三鷹朝の制服つよつよ剣の攻撃により、空前の灯火だったはずの正義の悪魔の寿命を伸ばすことで致命傷を感じさせたのかもしれません。しかし我々人間にとって寿命という概念はごく当たり前に存在するものですが、果たして本当に悪魔にも寿命というものは存在するのでしょうか。最後にここではですね、悪魔にとって寿命とはどのようなものであるかについて軽く触れていきたいと思います。その刀を使えば外には出れるだろうけど、使うと契約でアキ君の寿命がかなり減るの。第18話で姫野先輩がですね、カースと早川家の契約について話していたように、悪魔との契約には代償として寿命を要求するケースが存在します。他にはですね、未来の悪魔もですね、契約の際に寿命の半分を要求していることや、アメリカ大統領が銃の悪魔復活のために全アメリカ国民の寿命を捧げていることからも、悪魔にとって寿命とは特別な意味を持つことであることがわかります。またですね、支配の悪魔であるマキマがナユタという子供になって現世に現れたということからも、悪魔にとっても年齢や老いという概念が存在していると考えられます。つまりですね、人間と同様に悪魔にとっても寿命は生死に関わる重要な要素だとわかるんです。これらのことから死の悪魔の能力は寿命を操る能力であると推察。そして第108話でたった数コマしか登場してない死の悪魔ですが、明らかに今後の物語で重要な役割を担う主要キャラクターの一人であると考えられますよね。そんな死の悪魔はデンジや戦争の悪魔と一体どんな関係にあるのか、ということでここからは物語における他のキャラクターとの関係性について考察していきたいと思います。死の悪魔は物語における他の重要なキャラクターとどのような関係にあるのか、ここではですね、戦争の悪魔、マキマ、そしてデンジの3キャラクターに注目し、その関係性を暴いていこうと思います。まずは戦争の悪魔と死の悪魔の関係性についてです。これは先ほども話しましたが、第108話の妹というセリフから、死の悪魔と戦争の悪魔は姉妹関係にあると考えられます。もしかしたら4騎士と言われる支配の悪魔、戦争の悪魔、死の悪魔、そして飢餓の悪魔は4姉妹である可能性も考えられますよね。またこれについては後ほど死の悪魔
間の目的を考察する際に説明するんですが、マキマが電磁を支配するためにアキを利用していたように、死の悪魔も自分自身の目的のために戦争の悪魔を利用しようとしているということも考えられます。続いてマキマと死の悪魔の関係性についてです。死の悪魔とマキマの関係性は明確に描かれてないんですが、少なくとも良好な関係ではないと思われます。その根拠となるのが第84話のマキマのセリフ、例えば死、戦争、飢餓、この世にはなくなった方が幸せになれるものがたくさんあります。マキマがチェーンソーマンを支配する建前として世界平和を岸辺に語るこのシーンですが、4騎士のメンバーが支配、戦争、飢餓、死であることを踏まえると、マキマが他のメンバーを忌み嫌っていることがわかります。それに対し死の悪魔がマキマのことをですね、どう考えているのかについては明かされてないんですが、少なくともですね、両者の関係は良好なものだとは言い難いでしょう。最後にデンジと死の悪魔の関係性についてです。マキマと同じように死の悪魔とデンジの関係性は未だ明かされていません。しかし作中の描写やセリフから、実は死の悪魔はですね、チェーンソーマンをリスペクトしているのではないかと考えることができます。死の悪魔がチェーンソーマンをリスペクトしていると考えられる理由は次の3つ。1つ目にですね、死の悪魔の耳飾り、2つ目のですね、チェーンソーマンの能力、最後3つ目のマキマのセリフ。では1つずつ見ていきましょう。まず1つ目のですね、死の悪魔の耳飾りについてです。第108話で登場し、その風貌が明らかになった死の悪魔、容姿端麗な目鼻立ちもですね、彼女の特徴ではあるんですが、実はですね、死の悪魔がつけている耳飾りがチェーンソーマンのトリガーに酷似してるんですよね。デンジがチェーンソーマンになる際のですね、トリガーとして使っている胸元のスターターとですね、死の悪魔がつけている耳飾りを比べてみるとよく似ていることがわかります。この共通点からですね、死の悪魔はチェーンソーマンをリスペクトしているのではないかという仮説が立てられます。しかし本来ならば4騎士の1人である死の悪魔とチェーンソーマンは自国で死闘を繰り広げた敵同士のはず、なぜ敵であるはずのチェーンソーマンをリスペクトしているのでしょうか。ということでここからはその謎を解明するために、2つ目のチェーンソーマンの能力について注目していきたいと思います。先ほども話したように死の悪魔の能力はですね、寿命を自在に操るものだと推察できます。一見最強の能力のようにも見えますが、実はある致命的な欠点が存在、それは能力を悪魔に対して使用しても本当の意味で殺すことはできないということ。知ってるだろうけど、本当の意味で悪魔が死ぬことはない。第53話で天使の悪魔が言ってるように、悪魔とはですね、輪廻転生を繰り返す存在、つまり死の悪魔の能力で悪魔の寿命を奪い死に至らしめても、その悪魔がですね、本当の意味で死ぬことはありません。しかしそんな悪魔たちを存在ごと消滅させられる能力を持つのがですね、チェーンソーマンです。チェーンソーマンが食べた悪魔はその名前の存在がこの世から消えてしまうのです。第84話でマキマによって明かされたチェーンソーマンの能力は、食べた悪魔をですね、悪魔が持つ概念ごと消滅させるというものです。チェーンソーマンに食べられた悪魔はその存在がこの世から消えてしまい、いわば本当の死を迎えるということになります。自らの能力ではできないことをやってのけるチェーンソーマンに、死の悪魔が尊敬の念を抱いている可能性は十分あり得ます。最後に3つ目のマキマのセリフについて注目していきます。生命が寿命を迎えると死の丘にあった4つの結末、どれも消えてしまい思い出すことはできませんが、その悪魔たちとチェーンソーマンが戦う姿だけは今でも覚えています。第84話でマキマが話していたように、チェーンソーマンはその能力で様々な悪魔をこの世から消滅させていきました。中でも注目すべきなのは死以外の4つの結末です。私たちはですね、寿命が尽きると死に至るという一連の流れを至極当然のこととして受け入れています。しかしチェーンソーマンの世界では、もともとですね、寿命を迎えた生命には全部で5つの結末があって、そのうち4つをですね、チェーンソーマンが食べてしまったということがこのセリフからわかります。つまりもともと寿命が尽きた後は5つの結末が存在し、人々はそれぞれの結末に恐怖していたが、チェーンソーマンが死以外の4つの結末を食べたことで人々の恐怖心がですね、死へと収束したと考えることができます。ということはチェーンソーマンのおかげで死への恐怖心が高まり、死の悪魔は強くなったということになるんですよね。そして死の悪魔からすればですね、チェーンソーマンは自らのパワーアップを手助けしてくれた存在でもあり、同時に自分にはできないことをやってのける憧れの存在、死の悪魔にはチェーンソーマンをリスペクトする理由が十分存在していることがわかります。そしてチェーンソーマンを尊敬している死の悪魔は一体どんな目的を持って今後のストーリーに絡んでくるのでしょうか。ここからは死の悪魔の目的について考察していきたいと思います。第108話にて登場した新たなキャラクターである死の悪魔、その目的とは一体何なのか。結論から言うと、死の悪魔の目的は全ての生命に平等に死を与えたいというものだと思います。そしてそう考えられる根拠は次の3つ。1つ目のですね、悪魔の輪廻転生、2つ目の第108話のやり取り、3つ目のパワーとデンジのシーン、それぞれ1つずつ見ていきましょう。まず1つ目の悪魔の輪廻転生についてです。本当の意味で悪魔が死ぬことはない、たとえ死んで灰になっても人がその名前に恐怖する限り別の個体になって蘇る。
える。第53話の天使の悪魔のセリフからもわかるように、悪魔は本当の意味で死ぬことはなく、輪廻転生を繰り返す存在であることがわかります。そして先ほども話したように、寿命を操るという死の悪魔の能力では、悪魔に本当の意味で死をもたらすことはできませんよね。第1話のラスボスとして描かれた支配の悪魔であるマキマは、家族のような平等な存在が欲しいために、支配という手段を取りですね、次々と他者を支配していきました。そして第2部で登場した戦争の悪魔も、戦争がゲームや漫画の中での存在となり、忘れ去られていることに不安を覚え、再び世界的に戦争が盛んになることを望んでいます。彼女たち4騎士の目的は、どれも世界規模で影響を及ぼすものであることを考えると、死の悪魔の目的もまた物語の根幹に関わるような大規模な目的であると予想できます。悪魔は輪廻転生を繰り返すというチェンソーマンの物語の根幹的な設定を、死の悪魔は覆そうとしているのではないでしょうか。では一体どのようにして死の悪魔は他の悪魔に輪廻転生を超越した死を与えようとしているのでしょうか。ここからは2つ目のですね、第108話のやり取りについて注目していきたいと思います。いいよ、妹の頼みだからね。第108話で登場し、瀕死だった正義の悪魔を復活させる能力を見せた死の悪魔。このセリフだけ見ればですね、妹である戦争の悪魔を善意で助けた優しい姉のようにも見えますが、その表情や仕草はですね、何か別の目的があって助けたのではと思わせるようなものでした。実際に死の悪魔の能力によって復活した正義の悪魔も、助けると言った割にはですね、巨大化した上に暴走していました。もしかしたら先ほど話したように、死の悪魔は戦争の悪魔を利用したいと思っているのかもしれません。自らの目的のために上っ面だけの優しさを見せ、手駒にするという手段はですね、支配の悪魔であるマキマの上等手段。早川明に思わせぶりな態度を見せ、優しい上司を演じていたマキマの本当の目的は、チェンソーマンであるデンジを支配するというものでした。そして第108話で死の悪魔が正義の悪魔を助けた描写からは、単なる善意ではないように思います。そしてですね、死の悪魔もマキマと同じように、全ての生命に平等に死を与えるという自分の目的のため、戦争の悪魔を利用しようとしているのではないでしょうか。では死の悪魔は一体どのようにして戦争の悪魔を利用しようとしているのか、その謎を暴くために、ここからは3つ目のパワーとデンジのシーンについて注目していきたいと思います。傷の治りが遅いでしょう。そのチェーンソーは俺がもらったパワーの血で作ったもんです。マキマさんの中で暴れさせています。第96話で描かれたデンジとマキマの対決では、デンジがパワーの血を使って生成したチェーンソーでマキマを攻撃したことが決め手となりました。このシーンで最も重要なのは、デンジがパワーの能力を使えるようになっていたという点です。デンジの本来の力はですね、胸にあるトリガーを引くことによってチェーンソーマンの姿になり、敵を引き裂くというもの。血を使って武器を生成するのはデンジではなく、パワーの能力です。そしてデンジが使ったパワーの血はですね、パワーから飲ませてもらったものであることを踏まえると、食べた悪魔の能力を使えるようになっているという仮説が導き出せるんです。そして食べた悪魔の力を使えるようになるという仮説が、デンジだけではなく他の悪魔にも共通するものだとしたら、死の悪魔もチェーンソーマンを食べることによってその能力を使えるようになるのではないかということになるんです。そして死の悪魔の目的は、全ての生命に平等に死を与えるというもの。輪廻転生を繰り返す悪魔に対し、本当の意味でですね、死を与えるにはチェンソーマンの能力が不可欠。つまり死の悪魔は自らの憧れの存在でもあるチェンソーマンを食べることで、チェンソーマンの能力と自らの能力を合わせようとしているのではないでしょうか。何度倒しても立ち上がってくる無敵に近いチェンソーマンを食べるためには、当然チェンソーマンを倒すほどの戦力が必要。そこで死の悪魔はチェンソーマンを憎んでいる戦争の悪魔をなるべく強い状態でチェーンソーマンと戦わせることで、自らの目的に利用しようとしているのかもしれません。食べた悪魔を概念ごとこの世から消滅させるチェーンソーマンの能力、そして寿命を操る死の悪魔の能力。死の悪魔がチェーンソーマンを食べることで、2つの能力が合わさった結果、悪魔は輪廻転生を超越した死を迎えることになり、全ての生命に平等に死が与えられるようになるのかもしれないんです。という感じで考察してきたんですけども、皆さんどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。